外に住めそうな惑星スワン星。火星、一日の長さや季節は地球とほぼ同じで、北極や南極、火山などがあり、昔から人類が住めそうな惑星と言われてきました。しかし、平均気温はマイナス43度、大気の約 95% が二酸化炭素。人類が住むには、水と酸素の確保、気温調整など、課題は多いですが、ワンチャン住める可能性は秘めています。ロス 128B、地球から約11光年離れた惑星で、宇宙規模で見れば、目と鼻の先の距離にあるそうです。地表の温度はマイナス60度から28度で、液体の水や生命体が存在できる可能性があるとされています。ワンチャン居住できるかもと言われています。月、地球からかなり近い距離にあり、居住環境を整えるには非常に有利と言えます。しかし大気がないため、宇宙からの有害放射線をブロックできない。110度からマイナス170度という大きな寒暖差、火星同様酸素水の確保が問題となってきます。しかし火星にせよ月にせよ、近い将来旅行感覚で遊びに行ける時代は来ると思われます。ブラックホールに落ちたら起こること、酸性スパゲッティ化現象。ブラックホールの重力は地球で感じる重力の何百万倍も大きいため、頭と足の距離でもとてつもない重力差が生まれ、人間の体はスパゲッティのように引き伸ばされ粉々になります。以下は運よくブラックホールに突入できた場合を考えていきましょう。過去と未来が見える。ブラックホールの周囲では極限の重力により時空が曲げられ、時間がとてつもなく遅く流れます。ブラックホールでコーヒーを飲んで一息入れている間に地球では数百年も経っている、そんなイメージです。ブラックホール前方ではよりゆっくり時間が流れているため、過去ブラックホールに吸い込まれた物体が観測でき、後方では時間が早く流れるため、宇宙の遥か先の未来を見ることができます。別の宇宙へ行ける。実は宇宙はいくつも存在しており、それらが重なっていて、ブラックホールの先は別の宇宙へとつながっており、そこへ吐き出されるという説があります。行くと後悔するヤバすぎる惑星スワロン星。ケプラー 70B、 地表温度は約7400度、太陽の表面温度より高く、宇宙一熱い惑星と言われています。この惑星はケプラー70という表面温度約2万8000度の恒星をホストとして、わずか90万キロほどの距離を航程しているため、とてつもなく熱くなっています。 HD189733B、 見た目は綺麗で穏やかな惑星のように見えます。この惑星では大気中に固体の計算塩粒子が含まれ、ガラスの雨が降り注ぎます。おまけに最大風速8700キロの横殴りの超高速の風が吹いているため、全てのものはズタボロに切り裂かれてしまいます。 この惑星の表面温度はマイナス220度、絶対0度に近く、宇宙一寒い惑星と言われています。ホストの恒星自体の温度がそれほど高くなく、サイズも小さいため光がほとんど届かず、薄暗く極寒の惑星となっています。皆さんはどの惑星に行ってみたいですか？